はい、皆様こんばんは。RMCA チャンネル第4回目ですね。はい、そうですね。ということになります。今日は7月の25日の火曜日、先週から1週間経ったまた火曜日の夕方ですね、中西代表理事と一緒にお届けできればということで始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日はゲスト特になしでまた2人の、そうですね、まだいつものトークで形で30分ぐらいですね、行こうかなと。で、中西さんと一緒の時は、うん、まあ、防災のね、そうですね、基本ということで、いろんな防災の話を、進めていって、まあ、ゲストが来た時はゲストの話をしていこうかなということで、まあ、3回終わりましてですね、少しずつ見ていた、まあ、あんまりこう大々的に告知もまだしてないんですけど、いや、まだね、徐々にこれから徐々にということで試行錯誤、はい、ですからね、やってるということですけど、まあ、我々2人はどちらかというと防災寄りの人間なので、はいはい、2人でいるときは防災の方の話をね、そうですね、少しずつしていければなというふうに思っています。もう特にね、昨日おとついも、そうですね、もう秋田、新潟、もうすごいまた水害、秋田のあれも福岡と同じような感じの雲の作り方だったんですか。いや、あれは違うんですよね、また、まあでも一箇所に集中して、まあ、しましたね、いうようなことが、まあ、やはり一番線状降水帯っていうやつが一番怖いなという部分があるんですけれども、あれは本当に昔ながらの集中豪雨、そうですね、うん、で50年に一度っていう、気をつかなきゃいけないのは、記録的豪雨という表現と、はい、気象庁が記録的豪雨っていう表現についてはですね、観測点が新しくできてれば記録的豪雨になるので、ね、今まで観測点がなかったそうそう、増えたっていう部分があるんだけれども、例えば50年に一度とかいうのがついてると、本当にそこではほぼ、今までに生きてて経験してないぐらいな大雨だったということなんですよ。いうことなんですね、やっぱりそこの同じ記録的ってついてても、うん、その差をきちっとやっぱり日頃から把握しておかないと、そうですね、捉え方変わってくると思います。まあ、福岡の時もありましたけど、やっぱり、その人災的な部分も、それは町を作ってたらね、人災ですって、やはり人工物は寺田寅彦も言ってますけれども、人工物が最も災害を作る要因になっているという具合に、やっぱり皆さん考えた方がいいですね。そうですね、まあ、そんな中ですね、ちょっと、災害関係のニュースを一つご紹介して、中西さんの意見も伺いたいなと思ってきたんですけど、はいはいはい、まあ、21日のニュースで、まあ、Facebook にも上がってますので見ていただければと思いますけれども、自民党のですね、二階幹事長が国連に行ってですね、日本が防災分野で主導的役割を果たしたいというような演説をされたというニュースが入って、はい、まあ、見えないでしょうから、ね、見ていただければ、これ NHK のニュースでありましたけど、うんうん、まあ、自民党二階幹事長、ニューヨークの国連本部で開かれた水と災害をテーマにする特別会合に出席し、自然災害を経験した日本の知見や教訓を全世界に伝えていきたいと訴え、日本が防災分野で主導的な役割を果たしていくことをアピールしましたということで、二階幹事長といえばですね、国土強靭化の、そうですね、ですね、海の親ですよね、いう形で、まあ、はい、国土強靭化とか防災のことに関しては、この二階さんというのはかなり詳しいと言いますね、主導的立場。二階さん自体 の、 そ、ね、その地元というのが和歌山県なんですよ。そうですね、御坊っていう地域で、昔から非常に災害の、台風は直撃するわ、地震はあるわっていうようなところで、育ってらっしゃる方なんで、どうしてもやっぱりその自然災害に対してはその敏感になってるんじゃないかなと思いますけど、ということですよね、はい、まあ、今安倍内閣ごちゃごちゃやってますけど、安倍内閣の方の一つの大きな柱でも、ね、国土強靭化はありますので、うん、まあ、こういうようなことを言ってましてですね、はい、一応、二階さんは国連でですね、まあ、水と水害ということに関してらしいんですけど、まあ、全世界の自然災害の被災者のおよそ9割が洪水や渇水など水が関係する災害によって生み出されていますと。その通りですね、はい、で自然災害から国民の命を守り抜くため、災害に強い国づくりを進める国土強靭化の取り組みを地球規模で推進し、安全安心な世界を築くことは自然災害常習国である私たち日本の使命だというような言い方までしているので、うん、
まあ自民党というか国としてもですね、そうですね、世界に向けて、まあ、いろいろ水害とか台風とか、まあね、日本は多いわけですから、そうですね、うん、そこで培った知見を世界に広めていく役割、使命を日本は持っていますと、でどんどんやっていきますのでということをアピールしたということもありますのでね、やはりね、考えるのは確かにその日本の知見ソフトっていうのが非常に重要になってくるわけなんですけれども、はい、それをやはり世界に広めるためにはそれが一つの産業として成り立つぐらいなやっぱり取り組みが必要になってくると思うんですよ。そうですね、ね、だからソフトって言ったら、まあ、あれなんですけど、例えば IT、はい、例えば今だったら IoT、AI を使った形の、うんうん、その例えば自然感知システムだとか、はい、その、避難、誘導システムだとか、うん、いうようなもんへ、どんどんまた置き換えながら、それと一方では私がやってるようなその防災の啓蒙活動ですよね、はい、っていうのが、同時進行でいけば、必ずやその日本 の, その一つの輸出産業になっていくんじゃないかなという具合に思います。それがそれで初めてその世界に発信していることになりますし、そういう技術とかですね、うん、知見というのは日本はすごく溜め込んで、うん、ただまだまだね、本当に日本の悪いところなんですけれど、じゃあ検証がね、僕いつもリスク管理なんかでもそうなんですけれども、はい、過去の災害においてどこまで検証されて、うん、その検証を多くの人に伝えられてるかっていうことになると、これはまた別だと思うんですよね。確かにいっぱい災害にはあってるけど、それをきちっと抽象化して、うんうん、形にしてみんなに伝えるっていう努力を日本の側でしているかどうかっていうと、そこが弱い、弱いと思いますね。だから何事も弱いわけですよ。そこどうしても弱くなってて、本当に例えば過去の災害を生かしてるのかっていう話になると、うん、そのさっき相馬さんおっしゃったように検証っていう作業が非常に重要になってくるわけですけれども、うん、その検証がされてないのが、ね、まあ、今の日本の状態じゃないかな。これは何事においてもですね、うん、本当に、うん、日本の弱いところですよね、うん、検証とアピールっていうところですね。そうですね、だから、その時に一番大事なのは、うん、検証にコストがかかることを、うんうん、やはり例えば政府なら政府でもやはり皆さん、考えなきゃいけない。例えば、まあ、これよくアメリカの話を検証の話になるとね、私持ち出すんですけれども、アメリカなんか例えば軍を持ちすると、はい、な軍が何か演習しますよとか、うん、いうことになると、うん、ものすごい検証にコストかけるんですよ、はいはい、もう当初から予算を組まれてて、うん、それで自分あれ良かったのか悪かったのかは当然あるんですけれども、含め膨大なるデータっていうのがね、1回の例えば、演習とか、うん、ああいう形でも上がってくるような仕組みができてるんですよ。なるほどですね、ところが、うん、日本の場合はそれがなかなかできてなかったり、例えば、防災訓練、もうすごいあれの話をすると、一般的な話をすると防災訓練をやりました、はい、な防災訓練の検証レポートを出している地域がどれだけあるのか、すごくその分かりやすい話だと思うんで、なんか形上ね、ちょっとレポートみたいなのが出てきますね、うん、やりましたよ、やりましたよ、やりましたよ、ね、確かに。だから、ね、どういうところが気づいただとか、どういうことなのかっていうことを分析して、うん、やってない、うん、まあ、はっきり言って防災訓練自体が、今の防災訓練自体が面白くないですけど、ね、まあ、そこら辺もこれからね、我々がいろいろな形で、防災訓練自体に魂を入れていくっていう作業を、ね、ね、やんなきゃいけないということで、まあ、日本の場合は PDCA で言えば PDPDPD、 そう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 、いつも僕は PDPDPD で言ってますけど、 PDPDPD でね、シートがね、アクションがない、そう、アクションがないということ、いうようなところが、ね、ありますからですね、うん、まあ、そういったことで二階さんが国連まで行って、ね、アピールしたということもあって、世界が協力して、まあ、共に自然災害に対していくための連携を確認できたと。日本はたびたび災害に襲われているが、それだけの経験を持っているわけだから、これを生かし国として取り組んでいきたいということを記者団にも述べているというニュースがあったので、ですね、まあ、これから、もちろん今もやってますけど、国土強靭化については、まあ、国のテーマにもなってくると、うん、いうようなニュースがありましたのでですね、我々の方でもちょっとご紹介をさせていただいたと
ということになるかと思いますが、今日も2人ですので防災の基本ということでお届けしたいと思いますが、今日は何でしょう、今日のテーマ、夏休みの危険。夏休みの危険です。今もう7月の25日ですから、うちの子供たちも夏休み入ってます。そう、もうちょうど流行ってますよね、はい、あのお子さんたちもね。ということで、はい、まあ梅雨はもうね、あと東京ではもう明けましたね、明けたというような時期ですけど、はい、夏休みの危険というようなことで、防災の面から言うと、はい、やはり一番あの国語の国連の話じゃないですけれども、はい、水に対する知識というか、例えば水害ね、まあ、水害もあるんですけれど、うん、例えば単純に言えば、海水浴で溺れるとかだとか、はいはい、まあそういうことも含めてやっぱり水に対する、危険っていうのが非常に大きくなる時期じゃないかなと、うん、そうですね、うんうん、あまりにもあの水っていうのは身近なだけに、はい、あの逆にそこに危険が含んであるんだということを気づかないでいてるのが今の現状、我々じゃないかなと。でちょっとした油断で、子供たちは簡単に事故に遭いやすい、うん、実は僕も溺れた経験がありましたね、夏休みの危険で、いや思うことは私自身は溺れてね、海でですか、川でですか、川で川で川で、で川流れがあるじゃないですか、はいはい、でこう知らないうちに、はい、本当に深場に行って、子供の頃、大人の頃、いやいや子供の頃です、子供の頃、それもね、私地域を代表して、はい、水泳で出てたよなと。あ、川で水泳大会なんだよ。いやいやいや、川じゃなくてその地域で、あの中学校なん、中学生時代なんですけど、はい、代表してバタフライと個人メドレーで、あ、水泳は出るぐらいの人間だったのに、そう、通称カッパと呼ばれてたんですが溺れたと、溺れたということがあって、その溺れた原因なんかも結局はその浅瀬にいた自分が知らず知らずにこうちょっと別なことに気を取られてて、で、ここだったら大丈夫だろうなと思って足をつこうと思ってポンとついた瞬間に、そこに川底がなかったと。思ったよりも深くね、そのままズブズブっといって本当にね、どういうかな、あの瞬間の慌てよ、ズドッといきますからね、そう、ズボッといった瞬間にゴボッと水を飲むわけですよ。それじゃないですか、いや、本気でもうダメかなと思いましたね。え、小学生ぐらいの時、いや、だから中学生の時、あ、ごめんなさい、中学生の時、もう達者の頃ですよ、そうですね、むちゃくちゃ達者の頃なんで、そんななんかね、もう夏休みの時期ですから、そうそう、そう、で子供さんたちも、例えば海やね、川やで、今後、そういう水害が、それも一つの水害なんですけれども、はい、溺れるっていうこと、毎年多くのことがありますからね、はい、まず気をつけていただきたいと、はい、それともう一つはね、川の場合は、上流部で雨が降ってたとしても、気づかないんですよ。だから、山というかね、そうそう、はい、結構気づかなくて、はい、もう瞬く間にこう水量がぶっと増すんですね、うんうんうん、それが僕はすごくそういうの、本当に川遊びが大好きで、毎年子供たちを連れてずっと行ってたんですけれども、はい、上流部のこう雨っていうのが全く気づかなくて、こちらが、本当にピーカンなんですよ、カンカン照りで、いてるけれども、突然あっという間に水かさが、水本当にあっという間になるんですよ、なるんですよね、30センチ40センチ上がればね、ほな、子供たちから見れば30センチ40センチってものすごいですからね、はい、それと水の勢いが、はいはい、そのすごく違ってて、はい、瞬く間に本当に流されたりしますから、よく夏休みでキャンプ場とかが周りにあって、子供たちがこう取り残されたとか、そういうニュースがよくあります、ありますよ、ね、結局山の方で降ってるけど、うん、こちらは気づかずに、まあ、遊んでてと、遊んでてって、だからその辺の ね、天候の変化っていうのはやっぱり、まあ、なかなか気づけって言っても難しいんですけれども、例えば私の経験ではね、どういうことがあるかって言ったら、ちょっと水が濁ったりするんですよ、うん、色がね、色が水みたいな、そう、本当にね、どーっと水来る前にちょっと水が濁ったりとか、そういう敏感な変化を親が感じ取って、はい、お子さんたちに注意喚起して、もう早め早めにまあ、ちょっと上がって何気に休憩しようかとか、なんとかそういうことをやっていけば、かなり、うん、
防げる事故かなとは思いますね。なんかそういう川べりっていうキャンプ場あるじゃないですか、ああいうところでこうバーベキューやったりなんだりってする人にはそういう、なんていうの、最低限の、いや最低限の知識みたいなものを得ていってほしいですよね。とことか、その確かにないですかね。あんまりないですね。キャンプ場の、あの入り口の管理所のところにそういうのがあるとか、ね、あの、やる、例えばね、じゃあ相馬さんね、あのこういうこと注意してくださいって、まあ、例えばベラ渡されたと、はい、そのね、ビラ渡されたと言ってちゃんと読みますか。お前そんなもんそれが大事、そんな気持ちで聞けないですそう、とりあえずもう遊ぶということがあのメインなんで、でもやっぱりそういう気を、別なもんに気を取られた時に事故が起こりやすい、そうですよね、っていうのが現状なんで、その災害っていうのも本来やっぱり人間がある程度気をつければその、災害から逃れることができるし、事故も防げるっていうのが、まあ、我々の考え方なんですけれども、ということはやっぱり平時の時からそういう注意喚起というか意識ですよね、っていうのを植え付けとかないと、その場に行って、そう、いやちょっとペラ見ただけではやっぱりなかなかできないということですね。だからやっぱりそういうチャンスをね、我々そういうのを発信するチャンスっていうのを多く作っていかなきゃいけないなとは思ってますけれども、ね、毎年繰り返されるって、いや本当に毎年ですよね。であと海なんかでも本当波があるっていうこと、はい、やっぱり波には慣れてませんから、そうですよね、海ね、1年に1回ですかね、海行くの ね夏ので離岸流とかね、ポッと乗っていくという、はい、ほなもうずっと一気に沖に流されますからね、まあ、この夏休みの時期の、ね、水の一つ問題とすれば、まずそういう問題っていうことがあるのと、でもう一つはやっぱり一般的によく言われる今ヒートアイランド現象なんで、ゲリラ豪雨、ゲリラ豪雨ね、今回もゲリラ豪雨ですよね。そうですね福岡、秋田も、はい、もうやっぱりそのゲリラ豪雨に遭いやすい、はい、でまあ、例えば一番怖いのは、やはり、大都市部で、はい、都市部で起こるゲリラ豪雨っていうのは、はい、アンダーパスご存知ですかね、アンダーパス、あのね、夜ね、例えばわーっと雨降ってますと、はい、その中で全然こう普通の路面に見える、要するに水も道路も見分けがつかない、ああ水が溜まってる、溜まってるのが、それが周りが暗いですから、はい、突然ズボーッと入ってくるんです、車、はいはい、結構これ毎年ねある事故で、それだから下あの側の下をくぐっていくのを、まあ、アンダーパスっていうんですけ ど、はい、そこでのね、大雨の時はやはりその車運転 しないでくださいまでは言いませんけれども、そういうことがあるっていうことを気をつけていただくと、そういう事故も防げるという。あっという間にたまるんですよね。あっという間にたまるんですよ。僕が昔いた代々木のね、代々木公園の方に一つそういうのがあるんですよ。ぐっとこう、小田急線の下なんですけど、有名なところで、水がもうすぐ溜まっちゃうんですよ。そうだけど、こっちから坂を降りてくるので、だから全部そこに水が流れ込んでいくようになってて、で、まあ、ちょっと、都市計画の話をすると、はい、1時間に50ミリ以上降ると、はい、必ず水が溜まるという具合に思ってもらえばいいと思います。もう都市においては50ミリが限界なんです、はい、水はね、やっぱり50ミリが一つの基準だと、そんなら1時間に100ミリって言ったらどういうことになるのかっていう具合に、でもこの、50ミリって5センチやからとかけど、周り全部降っててそこに1箇所にもし集中すればすごい水かさですからね、1時間でですね、それが降るってことですからね、まあそういう今、まあ、温暖化の現象かヒートアイランドの現象かちょっと分かりませんけど、都市部におけるそういう集中豪雨みたいなのっていうのはここ数年、そうですね、大きな問題になっていて、まあ、この今の夏休みの時期は、特にね梅雨から、ということが考えられるというのもあるので、そういうことも気をつけてほしいというのと、あと台風ですね、ですね、もうあの海水温が非常に今、小笠原諸島とかあの辺でも上がってますので、以前ちょっと申し上げましたけれども、もう日本の近くですぐ台風が来て、昔はフィリピンからね、はい、フィリピンの方がずっと上がってくるという感覚だったのが、もう今、小笠原諸島ですぐできて、そのままもう何日間でもう北上するか、まあ、台風 の動き方というのは、他の全影響を受けやすいんで、読みづらいですけれども、
もう 2,3 日で上陸する可能性だってあるっていう具合に見てほしいっていうことですかね、うん、そうですよね、まあ、だからこれからの時期っていうと夏休みから9月にかけては台風にも、いや、台風が非常に怖くて、あのスイスリーっていうあの最大の債保険会社が、まあ、ずっと年間 の、うん、あの年いろんな分野によってあの危険ランキングみたいなのつけてるんですけれども、はいはい、まず自然災害によって一番危険な街というのが東京と横浜ですからね、うん、そうですよ ね、まあ、スイスリーもミュンヘンも出してますけど、ね、そうですね、そういうのがあるので、まあ、水害には台風と集中豪雨と、うん、まあ、夏の、ね、特有な問題とというようなことがありますけど、その他なんか水の災害とかそういうので気をつけなきゃいけないようなことってありますかね。あとこの時期、まあ、特有というか、まあ、全て水に絡む、あ、だから全て絡むことなんだけど、はい、水とは言えないんですけど、やっぱり、昔から入道雲も積乱雲っていう話、はいはい、ちょっとしなきゃいけないと思うんですけど、はい、積乱雲っていうのは、うん、だいたいどれぐらいの大きさだと思いますか。どれぐらい、まあこれぐらいそんな話じゃなくて、まあ、高いっていうイメージが、ね、そうありますね。高くなると、まあいろんな雷が鳴るとかいうことで、入道雲、入道雲、入道雲、あの入道雲って実は大体恐ろしいのは15キロとか16キロ縦の長さ、縦の長さ、はい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 、があって、うん、富士山の5倍とか、それで、うん、昨日だったかな、ニュースになってたんだけど、はい、マドリードかなんかで、スペインかなんかで、はいはい、なんかすごい氷が降ってきたっていう話。ああ、この前東京もね、東京もこの間も先週沖縄がね、そうです、なんかボール台がボンボン降ってたらしくて、はい、スペインで、なんかスペインってすごい暖かい場所っていうイメージありますけど、すね、やはりそういうことなんですよ。暖かいがゆえに、あの海の湿った空気がドーンと中に入ってきて、そこの上に寒気があると、はい、冷たい空気がこう下に下がってくると、そこで入道雲が発生するんですけれども、はい、そこで、その十何キロもあるとなぜ怖いかといったら、だいたい15キロとか16キロの雲っていうのが一番氷降りやすいんです、はい、もし注意しながら天気予報を聞いてると、だいたい言ってます、雲の高さ、うん、どれぐらいとか言って、なるほど、はい、1万5000メートルとかね、うんうんうん、1万6000メートルみたいな表現なんですけれども、はい、そういう雲の場合は氷も降ることを確保しなきゃいけない。なるほどですね、うん、じゃあ氷が降るということを意識して、まあ、まあ防災になるのかちょっと分かりませんけど、ね、まあ、うん、対策っていうか、だから、ニュースを見なきゃいけない。入道雲っていうのは、まあ、10キロぐらいからあるんですけれども、はい、もう15キロぐらいまで成長すると、はい、十分氷を確保しなきゃいけないっていうようなのが、うん、ちょっと、注意していただきたいことなんですけど ね、 なるほどね、うん、この間ね、先週の怖いですもんね、木曜日か、はい、北区の、小学校の保健委員会できて、東京都の東京都の北区に、はい、行ってきましてですね、で先生方にいろいろ聞いたんです。ほんならね、やっぱり一番怖いなと思ったのは、はい、どういう災害がこの場所で起こるか、はい、例えば今後、はい、どういうことを注意しなきゃいけないのか、はい、っていうことの、要するに基本的な部分も先生も意外にご存じなくて、まあ保健委員の人で特にそういう災害のねセミナーやってほしいっていうことで言ったんですけれども、結局北区の場合は、はい、まあ隅田川だとか過去に氾濫してる原因っていうのがいっぱい、うん、はい、ね、ありましてですね、はい、そこでまあ多くの犠牲者も過去には出た経験がありましたね、はい、でじゃあここの王子小学校という小学校だったんですけど、じゃあここではどうなるかっていう話をした場合に、はい、例えば、通常の大雨の時は、まあそれこそ外で出るやつはあまりいませんけれども、はい、2階3階部分にまず出入り避難するとか、うん、そういう具合にまずして、でその後に例えば、それこそ積乱雲の場合、ゲリラ豪雨のケースが非常に多いんで、 2,3 時間で水なんか引きますから、うん、まず、うんうん、2,3 時間で水が引くから引いてから動いてください、ね、なるほど、でここの場所だったら多分20センチはね、うんうん、
道路上に、はい、あの水たまるはずですよとかね、はい、うんうんうん、いうような話をしてて、うん、まあ、あの各区とかね地域で水害のハザードマップみたいなのが結構出てますけどね、だから前ものも参考にしながら、いやいや、ハザードマップにはないって、なんで先生そんなこと言うのと。ハザードマップないんですか、北区の。そのいや、あるんですよ、ハザードマップはあるけれど、はいはい、そういうことはない。 だってハザードマップって基本は見てくださいと、うん、荒川堤防が氾濫したとかそういう話じゃないですかと。なるほどね。だからゲリラ豪雨に対してっていうのはハザードマップが作りようがないんですと。なるほどなるほど。だから都市計画の50ミリをまず入れて、うん、50ミリ以上になると道路に水が溜まると、はい、もうしっかり溜まってくる、うん、どんどん溜まってくると、その時間帯によっては何センチも、ちょっと低くなってる道路では20センチ、うん、30センチこう水たまりができるっていうのは普通なんですよと。あともう一つ言ってたのはそのあ皆さんがって言われたんですけれど、うん、マンホールですよね、はいはい、マンホール、あの水たまりになって一番怖いのはマンホールって鉄だけど、はい、あの浮力ってボンと、ない場合があるんですね、はい、だから濁った水を子供たちを連れて移動するっていうのは非常に危険だと、うん、都会の場合特にマンホールなんかでは危険だっていう話で、うん、どこにマンホールがあるか分かんないですよ、分かんなくなってるってこともあるっていうことですよね、うん、あるんですよ、うん、だからそういうことも含めて、ちょっと、この間講習ですかね、あれは講習程度ですけど、先生たちにそれ分かってもらうっていうのはまず大事です、大事なんですよ、ね、まあ、夏休みの危険ということもあるし、そうそう、それで、まあ、ちょうどその日が修業式、じゃあみたいな修業式、修業式、一学期の修業式だったので、うんうんうん、まあ、ちょっとあの先生方もしあれだったら、一声かけてください、ね、そういうことをなんかお子さんたちに、気をつけるように、うんうんうん、要するに、マンホールだとか、はい、意外に落とし穴が、うん、あの都会にはいっぱいありますよということをね、なんかそういう水害、まあ水害ですけど今日は、うん、そういう防災教育を先生たちにするっていうのは、うん、なんかあんまりないんですね。ないですね。だからやっぱり、嬉しかったのは先生方はその目から鱗だったと、うん、ほとんど初めて聞く話がばっかりだ、ちゃんとこうやってないやってないですよ、ね、ということなんでしょうかね、だからそういうこと自体ができてなくて、だから来年度はそれこそ、学習指導要領の中で、はい、防災教育がどのような、うん、ことになるのかっていうようなその説明も含めてね、うん、やっていって、それで例えばその学習指導要領でどういう防災を教えたらいいのか、はい、というような話がありましてね、はい、それはもう火山でしょ、地震でしょ、うん、それと津波、うん、それと風水害雪害ですね、うんうん、風水雪害っていうやつですね、うん、それと原子力、うん、原子力も入る、入ってます、来年の学習指導要領には入ってます、うんうん、だからそれで来年からその各学校でも、はい、それに従ったカリキュラムを作っていかなきゃいけないんですよというような話をさせていただきまして、うん、まさに防災教育、そうなんですよ、ね、の改定が あるわけですよね。そうすると、まあ、先生方に、まあ、そういう子どもたちに教えるための知識を、うん、先生方に教えるっていうこともこれからいやもう我々やっていかなきゃいけない、いけないことだと思いますね、いうようになるわけですよね、なるほどね、まあ、夏休みの危険ということでいけばね、うん、今みたいに子どもたちを災害からどう守るかと、そうですね、はい、いうことも、まあ、大きなテーマになってくるんだろうということで、うん、まあ、水のことを中心にねお話をいただきましたけれども、まあ、そんな中西さんの方がですね、これご紹介してもいいんですか、ね、あ、いいですよ、はい、これは茨城の、まあ、通称母親クラブというところですよね、はい、ちょっとお話しいただければと思います、こういうですね、まあ、あんまりよく見えないかもしれませんけど、共同募金会のですね冊子が、はい、これも手紙、そうそう、これ熱心な、もう嬉しいんですけど、ちゃんと見えないかもしれませんけどね、熱心な方いらっしゃいましてですね、その今年も、ぜひやってくれということで、はい、共同募金会の子ども基金みたいなものがありましてですね、これはママさんたちの、そうです、あの、PTA に入る前の子たち、これ中西さんですね、赤ちゃんから手書きだそうです赤ちゃんからあの上手ですよそうですね、なぜか光ってますけどね光ってますね、まあ、こういったものを手作りで、
作っている、まあ、皆さんがいて、うん、で先生と講師として呼ばれていて、ね、そうですね、はい、あの全体的に例えば今回生存確率をテーマにしましたので、あ、なるほど、あの、はい、ゲームを通じて、皆さんにする部分と、あのこう防災をお伝えする部分と、はい、それと、私の講習みたいなのが、まあ、大体大きく2本立てみたいなのがありましてね。これお母さん向けにお話をする、だから親子ですね。あ、親子にね。だから子供たちが例えばどうなるのかとか、はい、いうことも含めて、やっていくというか、ワークショップも含めてですね。これ全部手作りですもんね。いやいや、なんか熱心な、手書きっていうんですか、漫画すんの。いや、突然これ僕も手渡された時にびっくりしましたけどね。まさかこうやって、まあ、これあ、まあ、パンフレット行ってきましただから、要するにこういうことを、いや、見てきたら仮想レポートなんですよ、報告書なんです、ね、報告書になるわけですね、はい、もう20ページぐらいあるもう立派な手書きのね、はい、あれになりますけど、まあ、こういうようなこう草の根の防災の勉強会みたいなことも中井さんの方で、ね、いつも言ってますので、まあ、今後例えばちょっとしたね、町内会だとかそういう防災訓練でも、でね、私出向いて、皆さんに、まあ、5分でも10分でもお話しさせていただければね、うん、喜んで出向こうかなと思ってますので、そうですね、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、こう対処工場から、ね、防災を語るっていうのも一つですけど、うん、やっぱりその現場そうです、ね、というかですね、うん、お母さんたちがどういうふうにその災害の時に、まあ、我々の基本って自らの命は自ら守ろうだから、自助ってね、自助これがもう我々の基本じゃないですか。そうですね、防災のね、いいこと、で、まあ、我々中井さんとねやっている RMCA のプログラムでも、ピンククロスプロジェクトってね、そうですね、まあ、ちょっとまあちゃんとご紹介しなきゃいけないんですけど、はい、そこでもですね、看護師の方々、うん、とか潜在看護師の方々が防災を勉強して地域に根ざしてですね、防災ナースになって、地域の防災活動をしてもらおうというプロジェクトが、ね、この間もね、まあ、始まってちょっと話を挟んで申し訳ないんですけども、はいはい、その王子小学校でも先生方が、うんうん、やっぱり応急手当ぐらい全員覚えとかなきゃいけないねっていうような話がありましたね、はい、できないって知らないわけですね。まず知らないんです、はいはい、で、まあ、学校にある例えば、うん、まあ、僕が言ったのは三角巾って何枚あるのとかね、うん、保健師の先生一人で来ててもしょうがないわけです、ね、そうそう、だから、まあ、各先生が応急手当ぐらいできないと、例えば大規模災害がもし起こった場合は、手当てできませんねっていうような話で、うん、やっぱりいや気づかれてました。あの 自発的にそういう応急手当なんかも学びたいっていう話が、そうですね、やんないと確率的に学校に行ってる時間が1週間で一番子どもたち長いわけですね。そうですね、だから、うん、いつ地震が起こるかって先生と一緒にいる時間が、うん、地震が起こる確率が高いよ。で、ね、申し上げたのは東京都に340台しか救急車ないのに通常のようにね来るわけがない、来るわけがないと。そうした中で子どもたちをどう守るかはやっぱり先生方の責任として考えるべきじゃないですかというような話をさせていただきましたね。はいはい、まあ、そういうような形でいろいろ草の根の防災活動みたいなことも我々ちょっと防災チーム、うん、RMCA のですね、うん、防災チームでは中西さんたちと組んでやっていきたいということも考えていますので、まあ、その辺のところもホームページ、Facebook で情報を順次ですねアップをしていければというふうに思ってますので、はい、この夏から、まあ、秋にかけてですね、いろいろと情報を出させていただければというふうに思っておりますので、またその辺はこの RMCA チャンネルでもご紹介していきたいと思っております。最後にですね、また告知をさせてください。先週もしましたけど、第78回の東京オープンセミナー8月2日にあります。このビデオがアップされるのは明日ですかね、なりますけど、まだまだ募集をしております。生命保険を活用したリスクマネジメント、企業を守ると、これはまあ企業向けのですね、部分ですが、生命保険を活用したリスクマネジメントという題名でオープンセミナーを行いますので、ぜひホームページの方から詳細をご覧いただければというふうに思っています。それから、これはもう直近になっちゃうんですけど、ご紹介させてください。今日もね、防災の話をしましたけど、はい、我々がずっと長年やってる企業向けのですね、BCMRM 研修コースというのをやっております。これは年3回ぐらい、うちのですね、前田副理事長がずっと8年ぐらい続けてやってる人気コースになります。7月の30日の日曜日に
行います。これはですね、やってますので、まだ、まあ、募集自体は、やっておりますけども、直近になるのであれですが、次回秋は11月25日にも行いますので、ぜひですね、あの企業向けにはこういった BCP のプログラムなんかも、提供しておりますので、ぜひですね勉強していただいて、まあ、防災と含めて、はい、学習していただければということでもやっておりますので、まあ、この辺すべて情報はホームページに載っております。ちょっと見づらいホームページで直していきますけども、ぜひその辺からね言っていただくか、事務局の方にご連絡いただいて、どんな講座なんだということをお聞きいただければお答えできればなというふうに思ってますので、お願いできればと思ってます。まあ、第4回目ということでやってきましたけど、まあ、暑い日というか蒸し暑い、そうですね、はい、私も今日も結構ラフで髪型が先生変わっていやいや僕も切ったんですよ、まあ、あのね、なんか妙にねこうセットするのもね、もう鬱陶しい暑さで、本当ですよね、うん、ちょっとまたゲストを呼べるかどうかあれですけど、まあ、防災の方もですね、ちょっとなんていうんですかね、あんまりこう堅苦しくなったら、楽しく学ぶことも大事、ね、基本はそこなんですよ ね、 ですよね。我々言いたいのはもう、それこそゲームとかどんどん取り入れながらでも楽しく学ぼうよっていうことなんで、ちょっといろいろ と、こちらが伝える側も試行錯誤しながらですね、はいはい、やっていければというふうに思ってますので、まあ、アニメシエチャンネルで少しずつちょっと告知を広げていければと、うん、はい、いうことを考えてますのでですね、よろしくお願いできればと思います。また第5回は来週撮影をしたいなと思っておりますので、また来週もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。